皆さんおはようございます。神有でございます。今日はですね、ちょっとお休みだったので、少し遅く起きて、6時ぐらいにあんちゃんのお散歩に行きました。最近は5時ぐらいにいつも大将が散歩に行ってくれてるようなんですけれども、もう暑いからちょっと寒いところの犬なんでしんどいじゃないですか。なのでもう7時過ぎたらもうアウトなんですけど、今日はちょっとね遅めになっちゃって、それでも散歩に行ってきたんですけど、まあ暑いですね。なんか暑いっていうか湿度がもう高くて、本当にすごい感じでした外で。まあ無事に帰ってまいりまして、今これを撮ってるわけなんですけれども、今日はですね久しぶりにちょっとね、ずっとゲストが続いたので、ちょっと曲をなんかかけようかなと思っております。今日聴いていただく曲はね、 Everybody Wants to Rule the World っていうやつで、前に違うバージョンをかけ、というのは配信ライブのルーム317で、やった時に作ったトラックがあって、その時のなんか音源はご紹介したんですけど、これ以前ねギターの兄貴とレコーディングしておりまして、そのバージョンを今日は聴いていただこうかなと思っております。先日ね久しぶりに兄貴とお仕事させていただいたので、その時はこの曲やらなかったんですけれども、で、これね実はなんか2021年になってからも実はチャート1位になってる曲らしいですね。私も知らなかったんですけれども、これすごいいい曲で、CM にもね使われたりとかしてるので、そうやってリバイバルヒットみたいなのが起こるんじゃないかなと思うんですけど、もともとはね1985年の、これは3月から6月とかなのかな、6月時点で、まあ、ずっと前の月からの前も前の月からもあれですね1位だったみたいなので、ずっと1位が続いている時ですね。ちなみにこの時のビルボードチャートをねちょっと興味深いので見てみたんですけれども、1位がこの曲、2位がですね、ブライアン・アダムスのヘブンという曲ですね。そしてその次、3位はですね、これはアクセル F っていうものかな、ビバリーヒルズコップのなんかテーマソングだった曲ですね。そしてですね、ビリーオーシャンのサドンリーという曲、そして5位にですねハワード・ジョーンズの Things Can Only Get Better っていう曲、あこれ覚えてますね。私この頃って結構こういうチャートのやつ聞いてたんだな。待って、1985年でしょ、私は1971年生まれだから14歳、ね、あ一番これこの辺の曲を聞いていた頃かもしれないですね。はい、なのですごい思い出があるんだと思うんですけれども、6曲目にフィル・コリンズがスーディオみたいな曲ですね、ススディオ、この曲が入っていて、まあちょっとこういろいろあるんですけれども、8位にワムの Everything She Wants っていう曲、それからマドンナが9位にエンジェルっていう曲でねランクインして、11位ぐらいにプリンスのラズベリーベレーが、入っています。まあそんな感じなのチャートになっていて、私にもなんか思い出が思い出深い曲ばかりなんですけど、とりあえずこの曲聴いてください。Welcome to your life.There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world.
my own design. It's my own remorse. Help me to decide. Help me make the most of freedom and the pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls come tumbling down. When they do, I'll be right behind you. So glad we've almost made it. So sad they had to fade it. Everybody wants to rule the I can't stand this indecision, buried with a lack of vision. Everybody wants to rule the world. Say that you'll never, 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 never need it. One headline, why believe it? Everybody wants to rule the world. All for freedom and for pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. はい、お聞きいただきましたのは、なんだっけ、Everybody wants to rule the world っていう曲、ルールザワールドっていうね、確か放題もそんな感じだったと思いますね。はい、お聞きいただきました。なんかもうこのなんか独特のダーンダーンみたいなね、このフレーズがやっぱりもうすごい印象的ですよね。やっぱ今聞いてもこの曲好きだなね。なんかこれとかね、あとなんだっけ、 I'm not in love ってあったでしょ、 10cc のあの辺の曲とかすごい好きだったな。はい、でですね、なんかいろいろその後のねチャートとかを今チラチラ見てたんですけど、12位にねデュランデュラン A View to a Kill っていう曲が入っていたり、あとですね Freshクールね、これ15位ですね。16位になるとねユーリズミックスが入ってますね、懐かしい。17位にねネバーエンディングストーリーがこう、チャートインしてくる感じですね。リマールさんのねあのネバーエンディングストーリーね、映画のなんだっけね、テーマソングでファルコンだっけね、ちょっとあんちゃんっぽい、でっかい犬、何竜何あれ、そんなのが出てくる映画でしたけれどもね、そしてですね20位にやっとホイットニー・ヒューストンが出てくるんですね。これねなんか皆さんお気づきです、なんかもうほぼなんか UK のねなんかチャートがこう出てくるっていうね感じで、そしてね今ねすごい驚愕の事実が分かったんですけど、私ねこれね海外のチャートを読んでると思ってたの、それねビルボードジャパンだったわ日本で流行ってたのがってことですね。まあでもまあほぼ連動はしてるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ要はねこのなんかTears for Fears の皆さんもずっとそれまでイギリス本国でこう培ってきたキャリアをもうこの1曲のアメリカの1位でねボーンってなんかこう吹き飛ばされたみたいな感じのもう大成功のなんか桁が違ったみたいですね。
はい、そして、21位にスムースオペレーターが入ってきてるんですけど、なんかスムースオペレーターってこんな早かった？なんか私90年代だと思ってたな。なんか人の記憶なんて曖昧ですね。シンディ・ローパーのザ・グーニーズ、あ、グーニーズ・グッド・イナフっていう、なんか何、映画のね、なんかタイトル曲になった、そんな曲がなんか入ってきてますね。はい、あとね、デイブ・リーロス、デビッド・リーロスのあのね、ジャスタ・ジゴロっていう曲、これね、デビッド・リーロスっていうと、ジャンプでおなじみの、あれですよ、ね、なんだっけ、エドワード・バンヘイレンがいた、あ、バンヘイレンだ、バンヘイレンのね、ボーカルやってた人のソロで、ジャスタ・ジゴロ、私、この曲すごい好きだったな、覚えてます。ね、ブルース・スプリングスティーンもね、27位に、グローリー・デイズで入ってますね。はい、そしてジュリアン・レノン Say You're Wrong という曲ね、ジュリアンもね、この間私ジュリアン・レノンが歌った Too Late for Goodbyes っていう曲を、レコーディングじゃないや、レコーディングじゃなくてミュージックビデオ撮ってきたばかりなんですけれどもね。はい、そんなわけで、まあ、33位にスティングが入ってたりとかね、そんな感じのチャートでございました。なんか懐かしいですね、この頃のね、ホール&ウォッツとかね、いっぱいいい曲この時代もありましたので、またなんかちょっと思い出して歌ってみようかななんて思ったりしております。そんなわけで今日は久しぶりに曲を聴いていただきました。今日も最後までお聴きいただきましてありがとうございます。